長朗説は1783年30歳の時に司教絵梁っていう人のいおりの白壁に龍の絵を描いた っていう,ふうに言われておりますこの司教エレオってどういう人かっていうと禅宗のお坊さんになるんですけども当時禅宗のお坊さんでスーパー坊ーズって言われたのが白隠絵画っていう人やったんですねこの白隠絵画の皇帝にあたるのがこの司教エレオさんっていうことでこの死去エレオさん自身もめちゃめちゃ有名な禅宗のお坊さんやったわけなんですよなので、えー、このエピソードっていうのは長沢露雪がそういうふうな公明な禅僧とも交流を持ってたんだよっていうことを指し示す一つのエピソード 同時になります